はい、皆さんこんにちは。今日はロードビデオマイクロを購入してきたので音質比較してみたいと思います。比較するものは DJI のフレキシブルマイクとカメラ本体の内蔵マイクです。でちなみにカメラの方はキヤノンの X7i を使ってます。それじゃあ中身の方見てみます。で中に入っているのはマイク本体とウィンドジャマーだね。であとショックバウンドとケーブル類も入ってます。でこのロードビデオマイクロってもう発売されてから日数も経ってるので他の YouTuber さんたくさんレビューしてるよね。だから早速音の比較をしてみたいと思います。はい、ロードビデオマイクロをセッティングしました。一眼レフカメラの上に本体だね。でこれからいつも通りこういうミニカーとかおもちゃを撮影しながらカメラ本体の後ろで声を出していきます。はい、ロードビデオマイクロで録音しております。音質はいかがでしょうか。はい、今はロードビデオマイクロで撮影してます。聞こえ方はいかがでしょうか。ロードビデオマイクロで撮影しております。はい、DJI のフレキシブルマイクをセッティングしました。一眼レフカメラの後ろから声を出していきます。はい、今は DJI のフレキシブルマイクで録音しております。音質の方はいかがでしょうか。DJI のフレキシブルマイクで録音しております。で、次は一眼レフカメラに何もつけない状態の内蔵マイクで撮影していきます。はい、今はキヤノンの X7i で撮影しております。聞こえ方はいかがでしょうか?カメラの内蔵マイクで録音しております。はい、次はロードビデオマイクロをカメラの後ろ側に向けて録音したいと思います。はい、今はロードビデオマイクロを後ろに向けて録音しております。聞こえ方はいかがでしょうか?ロードビデオマイクロを後ろに向けて録音しております。録音モードをオートではなくてマニュアル設定します。で、録音レベルを中央より少し下げたところで調整しました。で、この状態でこちら側から声を出していきます。はい、ロードビデオマイクロを後ろ側に向けて撮影してます。録音レベルはマニュアル設定です。聞こえ方はいかがでしょうか?ホワイトノイズも少しは減ったんじゃないかなと思います。で、実際聞き比べてみると、自分にとって一番いい環境はこんな感じです。こういう状態だね。一眼レフカメラの上にロードビデオマイクロで、ビデオマイクロ自体は音声を出す人側に向けた方が良かったね。で、今日は室内で商品レビュー形式の録音をやったので、これが一番良かったのかな。また撮影方法とかによっては違う使い方がいいのかなと思います。やっぱりこの単一指向性なのでピンポイントで音を取るっていうのにはいいよね。で、このフレキシブルマイクの場合は意外とカメラの周りの音を全体的にまんべんなく拾ってくれる感じかなと思います。で、 DJI のフレキシブルマイクは定価がだいたい1500円ぐらいだね。で、このロードビデオマイクロは今回はだいたい6500円で購入しました。で、どちらも手頃な価格帯なので両方とも試してみてもいいかもね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。